今日、皆さんと一緒に調べてみる神様の御言葉の題目は、私を尋ね求めようという主題で、一緒に神様の御言葉を調べる時間を持ちます。私を尋ね求めようという、ここで私は神様を意味します。私たちが神様を探すためには、神様についてよく知らなくては探すことができません。神様はどこにおられるのか また、どんな真理を持ってこの地に来られるのか。神様が聖書にくださった全てのヒントを、子供たちが全て知って、悟ればこそ、その神様を正しく受け入れることができるのではないですか。私たちは神様を探すことができる条件を全て備えていなければなりません。神様についての知識と常識があるとき、 神様を見つけることができる条件を得ることができますシオンに神様がおられるといえばシオンがどこなのかを調べてシオンを訪ねていくべきでそのシオンで私たちに杉越祭新しい契約の真理を宣言される方だといえば杉越祭の新しい契約の真理を宣言される神様を探すべきでその子羊は必ず花嫁である母なる神様と一緒に登場なさるといえば 母なる神様と父なる神様を伝える真理の境界を探すべきです。ヘブライ人への手紙、九章二十八節の御言葉を見れば、私たち人類に、自分を待望している人たちに、救いをもたらすために、二度目に現れると予言しています。二度目に神様がこの地に来られるとき、どのような姿をされて、どんな国に、いつ、 また何をもって、なぜ来られるべきなのか、このような全ての問題を私たちが十分に理解し、悟るとき、神様を私たちがすぐに探すことができます。今日、イザヤ書55章を皆一緒に一度開いて、神様が私を尋ね求めようと言われた、その教訓を一度探してみましょう。55章6節の見言葉を一緒に見ます。 主を、どうせよと言いましたか尋ね求めよう。見出しうる時に、神様を尋ね求めようと言いました。呼び求めよう。近くにいますうちに、どうせよと言いましたか呼び求めようと言いました。神に逆らう者は、その道を離れ、悪を行う者は、その企みを捨てよう。主に、すなわち、神様に、どうするなら、立ち返るならば、主は哀れんでくださる。 私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださると言いました。私たちが神様に進み出るこの全ての過程では、神様の考えと人々の考えが全く異なるしかありません。救いをくださり、恵みをくださり、祝福をくださる全てのことにおいても、人の考えと神様の方法は全く違うでしょう。皆さんによくする話ですが、 三万二千人のギデオンの勇士たちがいて、ミディアンの勇士たちは十三万五千人でした。彼らは、はるかに多くの武器を持って、はるかに有利な兵器を備えていました。ところが神様は、武器も貧弱なイスラエル軍に兵士の数まで減らせ、と言われました。三万二千人の中で、 恐れおののいている者は皆家に帰らせなさい。それで2万2000人を帰らせました。1万人が残りました。兵士の数も足らず、武器も足らず。外見的には到底戦えそうになかったけれど、神様は1万人も多いから、それも減らせ。最終的に300人だけ残しておかれました。 数も少ない上に、大量の人命を殺傷することができるような大きな爆弾を持っているとか、そういうわけでもなく、ただ、剣と槍、剣と槍で戦うことになるならば、どうしても数の多い方が有利であるしかありません。ところが神様は、しきりに減らせと言われ、結局、300人で13万5000人のミディアンの軍隊を撃退させました。 方法は、神様が暗闇にいた、ミディアンの陣営に、イスラエル軍をすべて送って、三百人が皆、松明を壺の中に隠していて、壺を力いっぱい割りながら、主のために、ギデオンのために剣を、と叫ぶ歓声によって。だから、ミディアン軍隊は夜中に寝ていたのに、ラッパを吹いて、わっと叫ぶし、 壺も割れる音がして、タイマスがあちこちで光っているので、自分たちが完全に包囲されているんだ。もう敵が奇襲しているんだな、という錯覚に陥って、結局は、味方の兵士同士、互いに敵だと誤解して、殺すということで、13万5000人のミディアンの軍隊を完全に神様が撤退させられたという歴史を私たちが見てみても、 人の考えと神様の考えはどうでしょうかとても違います。マルコの屋根裏部屋のような見素晴らしいところに神様が来られたといえば、人の考えで理解することができるでしょうかだから聖書は私たちに人が考えるこの思考方式と神様が成していかれる救いの方法は大きな違いがあると言いました。八節の見言葉を続けてみましょう。 私の思いはあなたたちの思いと異なり私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる天が地を高く超えているように私の道はあなたたちの道を私の思いはあなたたちの思いを高く超えていると言いました神様の考えと私たち人の考えは大きな違いがあるので私たちは神様の考えに常に頼って従わなければなりません300人の ギデオンの軍隊で13万5千人のミディアンの敵を全て撃退させるそれは誰も人としては誰もそのようにして勝てるとは思えない戦いでしたしかし神様がせよと言われた通りにしてみるとギデオンの勇士とミディアン人の兵が互いに対決して激突するのではなく イスラエル軍は何の犠牲もなく敵を全て倒すことができたこのような歴史を私たちは見ることができましたエジプトの地から出る際にも同様だったでしょう足の海が前を遮り後ろはエジプトの軍隊が追ってきていたのでもう民から不平不満が湧き起こりました皆さん前方が遮られ 左右も遮られ後ろも全て遮られた時はどこが唯一の脱出口になりますか上を見てみるといいんですよ上をそこだけがその全て遮られたところから抜け出せる通路になりますが神様を見つめないでしきりにこの世のことだけ考えるこのような習性があるので前にも後ろにも兵が 左右にも遮る塀があるので神様を恨み始めましたその時神様はモーセにあなたが立ち上がり杖を海に向かって差し伸べなさいそれでモーセは神様が命じたようにしたので道がパッと生じませんでしたか民の考えでは足の海がその世に裂けるだろうとは本当に 全くそのようには考えませんでした。常に神様は前後が遮られ、左右が遮られ、壁が張り巡されているとき、私たちに知恵をくださいました。だから、神様の考えで記録されている聖書の御言葉の予言を常に信頼して、聖書の御言葉通りに従うことができる。 そのような信仰を私たちが皆常に持つべきだと信じます。それでは神様を探すには神様について多く知るべきではありませんか補正ア書六章三節の見言葉を一緒に見てみましょう。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は明け物の光のように必ず現れ降り注ぐ雨のように 大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださると言いました神様を正しく知ることができず探すことができなくなったらこの最後の時代に永遠の命と救いを期待することができませんなぜなら自分を待望する者たちを救うために二度目に再び肉体を着てこの地に来られると言われたのにその神様に私たちが会えるよう探すべきでしょう そうではありませんか六節に進みます。私が喜ぶのは愛であって、生贄ではなく、神を知ることであって、焼き尽くす捧げ物ではない、と言いました。神様がこの地に来られるときには、私はこのような姿をしている、肉の服を着て、あなた方のうちにいるので、あなた方が私を見つけなさい、と言いました。最後の時に、二度目に来られるときは、 一人で来られるのではなく、父なる神様と母なる神様として、この地に来られるという予言の見言葉を、目白く二十二章を通して見てみましょう。二十二章、十七節の見言葉を見ると、霊と花嫁とが言う。霊と花嫁は誰と誰ですか父なる神様と母なる神様が言われた。 どのようにでしょうか来てください。来てください。誰のもとに父と母なる神様のもとへ、神様を訪ねてきなさいと言いました。訪ねていこうとすると、聖書は神様がおられるところはどこだと言いましたか紙篇132篇 13, 篇13節や、紙篇133篇など、 すべて見てみると、ああ、シオンに神様がおられるんだな。それなら、その神様は、どんな神様とどんな神様ですか目示録22章、17節の見言葉を見ると、霊と花嫁である、つまり、父なる神様、母なる神様を探しに来いと言いました。父なる神様と母なる神様の真理を伝えているところが、全世界の中でどこの教会ですか皆さんが今おられる、この教会です。 この教会で、神様が与えなしに来て命の水をすべて受けてくださいと言いました。天国の永遠の栄光を得て生きなさいと悟りをくださいました。それでは、真理を受ける前に神様は何人だと思っていましたかみんなお一人だと思いました。神様はお一人だ。だから、霊と花嫁とが言うというので、 神様はお一人だと言ったのに、精霊が別にいて、花嫁も明らかに別にいるから、これをどのように解釈すべきか、このようにして、霊は神様だが、花嫁は生徒だ。そんな無理な主張をすることになるのです。生徒も実は天の罪人ではありませんか罪人がどうして命を与えられますか 罪人は命を与えることができません。ここで言う聖霊と花嫁は、まさに命を与える存在、つまり神様の存在という事実を私たちに教えていませんかこのような内容が、私たち人の考えと神様の考えとの誓いであるため、聖書のすべての予言の御言葉をさらに重視して、予言の御言葉通りの信仰を確立することができる私たちに皆な,なるべきです。 イザヤ書、九章五節の見言葉を見ます。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は、驚くべき指導者。力ある神。永遠の父。平和の君と唱えられる。と言いました。 イザヤ書九章五節を見ると一人の緑子が生まれたのですが、その赤ちゃんは永遠の父、力ある神様だと表現しました。では結局、赤ちゃんとして誕生するということは何をまとわれるという意味ですか肉体をまとわれるという意味になります。聖書の予言はそのようになっていますが、その当時神様を信じると言っていたユダヤ人、ファリサイファの人、立法学者たち、イスラエルの民全員が、 人となってこの地に来られた神様を受け入れましたか受け入れませんでしたか。何のせいですか人の考えと神様の考えの違いについて理解できず悟れなかったためです。神様は明らかに預言者たちを通してどのように預言をしましたか一人の緑子として私が生まれる、つまり肉体を着てこの地に来ると言われたのです。 しかし、その方は、全能の力ある神様であり、永遠なる、私たちすべての魂の、誰ですか、父だと。この地に来られる700年前、イザヤの予言を通して、事前にそう明らかにされたのに、誰もが皆受け入れず、排斥してしまいました。なぜなら、神様の考えで、神様の姿を正しく見るべきなのに、 人の考えを持っている神様を見るので、あちこち、ただつまずくことだけ多く見えます。華やかな宮殿にでもお生まれになり、また多く学ばれて、華やかな何かを持って登場されたなら、うん、少し不十分に見えるが、それでも預言者たちが神様だと言ったから、神様として一度信じてみよう。このような心も持つことができるはずなのに、 全く自分たちの考えとは相反する貧しくてみすぼらしい大工の家に生まれたでしょう。両親も平凡な平民です。生まれたところもベスレヘム、それも馬小屋で誕生されて、また育ったところもみすぼらしいナザレの町で育たれたので、誰も注意を払いませんでした。 そうした私たちの神様だったので、人の考えと神様の考えはどうだと言いましたか違うと言いました。私たちが神様を知る上でも、人の考えを通して神様を眺めてはいけません。しかし、予言をそのまま信じて従ったイエス様の弟子たちや、使徒パウロは、イエス様について肉体を着てこの地に来られたただの予言者や、牧師程度として見たのではなく、 誰だと言いましたかフィリピンの信徒への手紙、2章を一度開いてみましょう。2章5節の見言葉を見れば。互いにこのことを心がきなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは誰の身分だと言いましたか神の身分でありながら、と言いました。神様だと言いました。ヨハネによる訓書、10章30節を見ましょう。 私と父とは一つである。ユダヤ人たちはイエスを石で撃ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で撃ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で撃ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。 あなたは人間なのに自分を神としているからだと言いました。神様を信じるといった既得喧騒にあった当時の宗教家たちが、神様がこの地に来られたことを拒否して排斥しました。なぜそうしたと言いましたか人の考えで全てのことを見るから。聖書の予言を通して神様を探して会うべきなのに、そうできず。 人の考えで人がどうして神様なのか。神様なら何か特別な能力も見せてくれるべきで。火を天から降ってきなさいといえば、火がパッと降ってくる何か象徴的な姿もよく見せてくれるべきなのに。何か神秘的な部分があるべきなのに。イエス様は、イザヤ書53章の予言通り、 私たちが見るべき輝かしい風格も好ましい容姿もない姿でした。ヨハネによる君書7章では、イエス様が教養がなかったと、そのような外見の姿だけでイエス様を評価するので、神様が私たちの救いのために天のすべての栄光を捨ててこの地に来られたのに、本当に宇宙であってもなくても同じような、一つの塵のような、この世界に住んでいる、 人間たちが、その聖なる偉大な神様について知らないにしても、あまりにも知らなすぎたのです。自分たちの判断と考えだけで神様を見るものだから、神様を探すことができず、受け入れられませんでした。初任の当時もイエス様がこの地に来られ、私と父は一つであると言われたこの御言葉は、私はまさに神であると言われた御言葉です。そう教えたから、 ユダヤ人たちが石を持って撃とうとしました。人なのにどうして神と言えるのかとです。37節の見言葉を見ます。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさいと言いました。父と母がこの地に来られ、新しい契約の真理を宣言してくださって、 失われた兄弟姉妹たちがエルサレム、その真理の栄光を見て出てくることができる。このように予言されている聖書の予言がすべてシオンの中で成就していませんか私を信じてなくても成就している技は信じなさいとこのように言われました。今日皆さんと私は全世界の人々に神様を見つけることができるように知らせてあげるべきです。 結局、人の考えを捨てて、神様の考えで、神様を探せばこそ、正しい神様を見つけることができるのに、神様の考えを持つということは、簡単なことではありません。だからイエス様が、神様の考えを、私たち人類が、すべて理解できるように、何をくださいましたかこの聖書をくださいました。そして、何と言われましたか 私を探そうとするなら、あなた方のための救いの説理をすべてこの中に収めておいたので、聖書を調べなさいと言われました。ヨハネの緑印書、5章39節です。あなたたちは、聖書の中に永遠の命があると考えて、聖書を研究している。ところが聖書は、私について証しをするものだと言いました。 40節の御言葉を見ると、それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしないと言いました。この聖書は神様の考えをそのまま収めておかれ、神様の人類のための救いの計画をこの中に収めておかれたので、それで聖書の御言葉に付け加えても取り除いてもいけないという見心があるのではないでしょうか。 聖書の教え通り、私たちが従っていき、結局、父なる神様、母なる神様に会って見つけ出すべきです。ヨハネの目視録22章、17節の見言葉のように、霊と花嫁が来てください。父とヨハネは天の目視を見ながら、父と母が来るように呼んでくださった、そのお召しに、どれだけ喜んだでしょうか。父も大勢になり、 母も仰せになって、父と母の見声を聞いたという話ではないでしょうか。だから、そのまま書き記しました。私のところに来なさいとです。では、訪ねていこうとするから、神様がどこにおられるのか、いつ来られるのか、一軸の木の枝が柔らかくなり、葉を出す時がいつなのか、そのような全ての予言を知るべきではありませんか。 そうすれば父が来られるならそれまで耐えて待つべきだまた母が聖霊と花嫁として一緒にこの地に登場なさり私たち人類に救いの道へと最後まで導かれるんだなその母なる神様を受け入れなくては来て値なしに命の水を飲みなさいと言われるその恵みの中にさらに進み出なくてはという 神様の考えを持って予言を眺めるべきなのに、肉体を着て望まれた神様を受け入れず、初代教会の生徒たちが置かれた立場のように異んだと妨害して、また人がどうして神かとこのように妨害してです。皆さん、2000年前の初代教会の生徒たちがたとえ困難な目にあったとしても、彼らは今、神様の懐で、 楽園でどれだけ安息を味わっていますか逆にその当時の多数と合流してイエス様に敵対して妨害してイエス様を信じる人々を監獄に閉じ込め殺した人々は今皆どこにいますかマタイによる福音書6章8節の御言葉から調べてみましょう彼らの真似をしてはならないあなた方の父は願う前から あなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる。誰だと言いましたか私たちには、天に父がおられると、このようにはっきりと教えてくださいました。では、父だけおられると、このように教えられたのかご存知の内容ですが、 ガラティアの神徒への手紙、4章26節の見言葉を見れば、他方、天のエルサレムは、いわば自由並みの女であって、これは誰だと言いましたかエルサレムは自由並みの女であって、これは私たちの母です、と言いました。天のというのは、天におられる。天におられる、私たちの父。天におられる、エルサレム、私たちの母。私たちの、霊の父がおられ、 例の母がおられることを聖書と預言者たちはすべて預言し、悟らせ、教えてくれています。それでは、どのようにして私たちの父と母になられるのですか父と母の肉と血を私たちに受け継がせてくださったので、だから皆さんも私も永遠に生きることができる存在となったのではありませんか影朗の一生が一日なのは、 カゲロウのお母さんが子供に譲る命の遺伝子がその時間しか生きることができないものだからだそうです。ポチの人生は15年ほどになると言いませんかポチだって20年生きて50年生きたいと思わないでしょうかああ、私はなぜ15年しか生きられないんだろう。人間のように70年、80年、いや100年ぐらい生きられたらいいのに。 家で犬を飼ってみると、犬が10年ちょっと過ぎるともう弱々しくなります。もたもたしてですね。自分の歳では高齢者だからそうなるのです。そんなポチも長生きしたいです。いくら長く生きたくても、健康食品を食べて体を鍛えても、その平均寿命以上生きることができません。ポチもやはり、 お母さんから受けた遺伝子の命の起源が、その時までしか生きることができないように受け継いだからです。ところで皆さんと私は永遠に生きるというから。そうでしょう。それでは私たちの母は、永遠に生きる誰になられるべきですか私たちの母が永遠に生きる神様であってこそ、私たちもどうですか 永遠の命を持つことができるのです。私たちの母が永遠に生きる神様でなくては、決して皆さんも私も永遠の命というものを期待できないし、望むことができません。もはや死はなく、悲しみも嘆きも老ーもない、その世界で永遠に生きることができるように、私たちにお許しくださるため、誰のもとにですか、父と母を探してきなさいとおっしゃったのです。 母を探すことができない人は、絶対永遠の命に近づいていくことができません。母を探して、受け入れて、父と母がお許しくださる、杉越し際、新しい契約の真理の、その肉と、尊い血を授からなければなりません。ですから聖書には、聖霊が私たちが神様の子供であること、私たちの霊と一緒になって明かししてくださったと言われませんでしたか。ローマの信徒の手紙、八章、 16節の見言葉を一緒に見ましょう。この霊こそは、霊といえば誰ですか父なる神様が、この霊こそは私たちが神の子供であることをどうしますか神様は私たちが神様の子供であることを証ししてくださいました。何を見て証しされたでしょうか それでは聖霊が私たちの何を見て私たちが神様の子供だということがすぐ分かるのか私たちの中に何があるからですか母から受け継いだ永遠の命というその DNA 母なる神様の子供だなということを父が知って彼らに何と言ったのですか16節を見るとこの霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいますと言いました もし子供であれば、柔軟説です。相続人でもあります。神の相続人、しかも、キリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けるからです。現在の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光に比べると、取るに足りないと私は思います。と言いました。今味わっている苦難、これは何でもありません。将来、私たちが受ける天国の永遠の栄光を考えながら、 私たちは皆力を足しましょう。私たちの家庭がどうすれば幸せか、父もおられ、母もおられるとき、そのとき最も幸せな家庭になることができます。外国はどうかわかりませんが、父と息子だけいたらあまり話をしません。息子も退勤して、父も会社から退勤して、家に来たら、父が先に家に入って新聞を見たり、 テレビを見たりしていると、お父さん、ただいま帰りました。おお帰り。すると、もう話すことがありません。父の心にも子供に対する情が本当に溢れていますが、表現をあまりされないんです。だから、父と息子がいたら、本当によそよそしくて、時間がなぜこんなに早く過ぎないのか、 もどかしいでしょう。それで、母がおられたら、その仲裁をしてくださいます。家庭の中でも、お母さんが仲裁する、そんな会話によって、家族たちが平安を得て、また安息を得るのではないですか。それで、必ず、母がおられる天国、父もおられ、母もおられる天国に行くべきです。 そうしてこそ、その天国が幸せな天国になり、死のないところで永遠に私たちが幸せでいられる天国になります。父と母を訪ねてこれなかったら、父と母がおられる永遠な天国に行けないので、創世記一章から、ヨハネの目視録の最後の章まで、父と母は私を訪ねてきなさい。私を探してきなさい。探してくる過程では、こんな妨害、あんな妨害、数々の妨害をするでしょう。母なる神様がいないと、こうして妨害して、 また、安息日の代わりに日曜日を作って、日曜日という横道に反らせるようにし、杉越祭の代わりにクリスマスを作って横道に反らせるようにして、神様がおられるところにどっちにしても来れないように、こうして妨害をしてきましたが、今日まで、父と母の恵みの中で私たち全員が無事にシオンには帰ってきました。ではシオンの中で、父と母が頼まれた、 永遠な天国に私たちが出ていくために、全世界70億の全ての人類に、この福音を伝えてあげてきなさい。使命を受けました。しっかりこの仕事をして、私たちの故郷、天国に早く帰れる、皆さんと私に必ずなるようにしましょう。とにかく、父と母のもとに、来なさいと呼ばれた、そのお召しに私たち全員が出てきたので、この聖なる、この尊い真理を、絶対奪われない。 皆さんと私にぜひなられるよう願いながら、見言葉を終えます。ありがとうございました。